どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日動画解説させていただいた D ポイント増量 15% 増量キャンペーンね、ありましたよね。こちら11月1日からね、開始になっているわけなんですけども、まあ、こちらはですね、各種ポイントから D ポイントにね、交換するだけで 15% ね、増量してくれるということで、まあ、こちらね、神キャンペーンなんですけども、なんとですね、ポイントサイトハピタスがですね、このキャンペーンにですね、コラボキャンペーンをね、載せてきたということで、今回はですね、こちらのキャンペーンをね、解説やっていきたいなというふうに思うんですよね。で、こちらのね、D ポイント 15% 増量キャンペーンにですね、プラスね、ハピタスポイント 15% 増量キャンペーンをね、載せてきたということで、合計するとですね、30% 増量キャンペーンにね、なったんですよね。しかもですね、このね、D ポイントの増量分の 15% っていうのは、D ポイント期間限定ポイントということで、こちらね、前回の動画でも話しましたけれども、現金化のねルートもあるということで、こちらねお勧めていただきになっておりまして、このハピタスポイントのね、この 15% 増量分に関してはですね、ハピタスポイントでね付与されるっていう風になりますんで、このね 15% 増量されたポイントに関してもですね、 ANA マイル、JAL マイル等々にね交換することができるっていう風になっておりますんで、かなりねすごいですよね。ですので、ポイントサイトね、ハピタスで利用されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。まずですね、今回のこの動画をね、見る前にですね、前回のこちらの動画ね、一回ね、見といていただきたいなっていうふうに思うんですよね。この D ポイントのね、15% 増量キャンペーンに関しては、エントリーもね、あるっていう風になりますし、またね注意事項等々もね話しておりますので、ぜひねこちらの動画チェックしてからですね、今回のキャンペーンのねこちらの動画ね見ていただければなと思います。まずですね、この D ポイントハピタスのね公式サイト、こんな風になっておりまして、 D ポイント×ハピタスということで、今 D ポイントに交換すると最大 30% 増量、いっぱい走ってボーナスをゲットということで、1周するごとにボーナスゲット、何周でも回れるようポイントを貯めるとトラックを走ってゴールに近づくぞということで、まずですね、今回のキャンペーンなんですけども、先ほどもね話した通り、 D ポイントの 15% 増量キャンペーンがありまして、それにプラスしてハピタス側が 15% 増量キャンペーンをね載せてきているっていう風になります。で、このハピタス側のですねキャンペーンの詳細なんですけども、期間はですね、2021年の11月1日からですね、2022年の1月の5日23時59分までっていう風になります。で、こちらの条件なんですけども、ポイントサイトハピタスの案件をですね、2000ポイント以上ね利用していただきます。そうするとですね、交換額の 10% がポイントバックされるっていう風になります。でですね、こちらのキャンペーンのポイント付与時期は2022年の2月末頃っていう風になってるんですよね。で、このキャンペーンはですね、1回のね交換上限が2500ポイントっていう風になっているわけなんですけども、キャンペーン中にですね、ポイントサイトハピタスを利用していただいてですね、2000ポイントね獲得していただくと上限が上がっていくっていう風になってるんですよね。ちょっとね、口で説明されてるとね、あんまりよくわからない部分もあるかなという風に思うわけなんですけども、公式サイトね概要欄に載せておきますんで、そちらね見ていただくとですね、こういった感じになっておりまして、利用していただくとですね、この1周目残り何ポイントみたいな感じでね表示されて、あなたの獲得総ポイントっていうのがですねグラフでね出てくるっていう風になりますんで、こちら利用していただければですねわかるかなという風に思うわけなんですけども、ポイントサイトハピタスをですね2000ポイント利用していただいて、2000ポイント交換していただければですね、通常分のね 2000D ポイントにねまずなりますよね。で、 15% 増量分で期間限定ポイントが300ポイントね入りますよね。で、今回のハピタスのキャンペーンで 10% のハピタスポイントが入りますので、200ポイントがね入るっていった形になります。で、ハピタスのね方のキャンペーンは10% 増量と 5% のプラスがこちら分かれておりまして、この残りの 5% 部分なんですけども、ポイントサイトハピタスっていうのは会員ランクっていうものを9月からかな
導入したんですよね。そちらの詳しい動画もね、こちらで解説させていただいておりますので、詳しいところはこちらね、見ていただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、私の動画はですね、ずっと見ていただいている方に関してはですね、こちらね、達成されている方もね、結構多いかなと思うんですけども、これからね、ポイントサイトハピタスね、始める方はですね、今からすぐですね、ゴールド会員になるっていうのは、クレジットカードとかね、発行できる方であればですね、いけるかなっていうふうに思うわけなんですけども、ちょっとね、そこまでね、ガチガチにね、やりたくないよっていう方は、この 5% の部分はですね、切り捨てでもいいのかなというふうに思います。こんな感じになっているんですよね。ハピタス案件をね、利用していく必要があるわけなんですけども、大型案件ですね。ポイントがたくさん獲得できる案件ですね。利用できる方はですね、かなりね、いいのではないのかなというふうに思いますので、ぜひね、利用してみていただきたいなというふうに思うんですよね。いや、1万円分のポイントがですね、今回このゴールド会員の方であればですね、1万3000ポイントになるっていうふうになりますし、その増量されたね、15% ね、D ポイントの方は、前回の動画でね、話したと思うんですけども、現金化ルートにね、していただいて、残りの 15%とはですね、ANA マイル、JAL マイルにもね、交換することができるっていう風になっておりますんで、かなりね、いいのではないのかなという風に思うんですよね。それでは次にですね、今回のこのハピタス側のキャンペーンなんですけども、ほとんどのね、案件が対象っていう風になっているわけなんですけども、一部ね、対象外の案件もあるんですよね。モニター案件であったり、楽天市場、私プラス資生堂、ここら辺はですね、ドットマイル増量キャンペーンとね、おそらく一緒だと思うんですけども、ちょっとね、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、こちらね、各自ね、確実にチェックしてからですね、利用ね、していただければなというふうに思うんですよね。一番ね、利用する可能性があるのは多分モニター案件と楽天市場がね、一番多いかなというふうに思うんですけども、ここら辺はね、対象外っていうふうになっておりますんで、こちらもね、確実にチェックしていただければなと思います。それでは次にですね、ポイントサイトハピタスのおすすめ案件なんですけども、今ね、おすすめなのはこちらの、まずエポスカードですね。こちら6000分のポイントがもらえるということで、こちらね、エポスカード側でプラス2000ポイント、またね、紹介コードね、入れていただくと500ポイントもらえるっていう風になりますんで、こちらだとですね、年会費無料のクレジットカード発行で合計8500円分のね、ポイントが獲得することができるっていう風になっておりますんで、かなりおすすめていただきになります。またね、その下の三つうろこ電気ですね。これはね、本当に利用していただきたいなっていうふうに思います。東京電力とかね、利用されている方はですね、本当に検診票1枚あればですね、おそらく10分ぐらいでね、手続き終わるんじゃないかなというふうに思いますので、これでね、1万2000分のポイントをもらえるっていうふうになりますんで、かなりね、おすすめです。で、私もね、三つうろこ電気ね、本当につい先月ぐらいまでね、利用させていただきましたけども、電気料金もね、結構お安いので、かなりね、おすすめの案件っていう風になります。またね、こちらの D カードゴールドね、かなりおすすめです。23,500円ということで、年会費はね、初年度から11,000円ね、かかるわけなんですけども、年会費差し引いてもですね、12,500円はね、確実に取れるっていう風になりますし、またね、NTT ドコモ側でやっているキャンペーンもね、こちら併用することができますんで、そちらでね、もらえるポイントも、ドコモの期間限定ポイントっていう風になりますんで、先ほどね、話した通り、D ポイントの期間限定ポイントはですね、現金化ルートもね、ありますので、そちら利用していただければですね、そちらもね、現金でいただければ、かなりね、お得なのではないのかなというふうに思います。で、あとですね、NTT ドコモの D カードの一般カード、こちらもね、結構おすすめっていうふうになっておりまして、こちらね、何がおすすめなのかっていう話なんですけども、こちら3000円もらえますよね。3000ポイントということで。で、D カードのですね、クレジットカードを持っていると、D 払いのね、キャンペーンがかなり利用しやすいんですよね。D カードをね、持っていないと、コンビニとかでね、入金して D 払いのキャンペーンに参戦しなきゃいけないんですけども、D カードがあるとですね、基本的に対象っていう場合がね、多いっていう風になりますんで、こちらもね、かなりおすすめっていただきになります。あとですね、一番右下の、セオ、テオだったかな、これ。テオって読むんだったかな。ちょっと
セオだったかテオだったか忘れちゃったんですけど、こちらプラスドコモですね、こちらもかなりおすすめです。私もねこちらやったんですけども、5万円入金して放置するだけで、まあ、6000分もらえるっていう風になっておりまして、このね入金する5万円に関してはもう入金と同時に運用が始まるっていう風になりますんで、そこだけねご了承いただきたいんですけども、まあ、私はですねこちら5万円入金して夫婦でね両方ともやりましたけども、だいたいね1000円ずつぐらいね自動で運用してもらって、まあ、儲かった、まあ、プラスになったっていう風になりますんで、それプラスねこちら6000分のポイントをもらえたっていう風になりますんで、かなりねこちらもおすすめっていただきになります。で一番ねおすすめなのはですねこちらですね、コインチェック、これね本当に2万ポイントまでね上がってしまったのかっていう感じなんですよね。私自体は多分ねこれポイントサイトまだ案件ない頃にねコインチェックって解説したと思うんですけども、その後にですね妻のアカウントでもこちらやったんですけども、その時もね1万円ぐらいの時にやって、まさかねこちら2万円までね上がると思ってなかったですね。こちらはですね60日以内に新規口座開設していただいて、90日以内に5万円以上入金していただいて、販売所で仮想通貨5万円分ね買っていただくっていう案件なんですよね。ですのでこちらもリスクがね取引するっていう風になりますし、取引するものはね仮想通貨っていう風になりますんで、ちょっとね損したりね利益になったりねするかなっていう風に思いますけども、私はですねこちらもね5000円か6000円ぐらいね儲かりましたので、またね今ビットコインねすごい値段上がってるんで、まあ大丈夫だと思うんですけども、まあ一応ねリスクはゼロではないっていう案件なんですけども、こちらね2万円分のポイントもらえますからね、かなりいいですよね。でこちらね販売所の購入が条件なんですよね、ここだけ注意してください。取引所でね取引してしまうとこちら対象外になってしまいますんで、この点だけはね注意して利用していただければなと思います。いやね本当に同じ条件でねポイントが1万近く上がるとねちょっと残念ですよね。まあこれからね利用される方ねかなりおすすめっていった形になります。ということで今回ですね D ポイント 15% 増量キャンペーンにハピタスがですね 15% 増量をかぶせてきたっていう風になりますんで、かなりすごいですよね。正直ね 15% もね増量してくるとは思ってなかったので、かなりびっくりでしたね。1万円分のポイントを交換していただくと1万3000円分のポイントになるっていう風になりますんで、ポイントサイトハピタスのね利用しなきゃいけない部分はあるわけなんですけども、おすすめ案件でね紹介させていただいたあたりですね、利用できる方はですね結構ねポイント交換の回数ねたくさんできるのではないのかなというふうに思いますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。こちらのキャンペーンもね来年のね1月5日までねやっているっていうふうになりますんで、まあクレジットカード案件であったり、まあ先ほどのコインチェックとかもそうですけども、まあ今からね利用していただいて獲得するポイントもね多分移行ね間に合うと思いますので、そういう意味でもですねこのキャンペーンねかなり利用しやすいのではないのかなというふうに思いますので、ぜひね狙っていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。